こんにちは、京子ママです。えー、今日は、えー、ビフォーアフターのですね、えー、自分の変化を、えー、認めるというワークを、えー、ホイムカリキュラムでやりました。ということで、ペアワークをやったんですけど、それの体験談を話していきたいと思います。まず、紙に、えー、進が開発講座を受ける受講前と受講後のビフォーアフターのね、変化をですね、 認めるということで <laughs>。あのー、自分がどのように変化したかっていうのを紙に書きました。で、私の場合、before は、えー、人に悩みを聞いてもらうことが多かった。えー、そしてそれで命、生きている命をつないでいる状態だった。パニック発作がしょっちゅう起きて、男性を責めてしまう心が出てきてとても苦しかったというのが before です。 で、これ、この後、受講後どうなったかというと、えー、進化を開き、プロカウンセラーの資格を取り、悩みを進化の光で、相手の素晴らしい点、進、え、化、ー、の部分をクローズアップして見ることができるようになった。それを相手の光を、こと、心、言葉、行動で表現することで、えー、自分自身もすごく気づきが多くなりました。そして、 え、息子のパニックも、えー、タリと、え、進化の実践を唱えることによって、ピタリと止めることもできるようになりました。そして、ニコニコ笑顔になりました。えー、そうですね。あと、ビフォーアフターなんですけど、私の場合はすごく結婚願望が強くって、ずっと結婚したかったんですけど、やっぱり男性に対しての怒りがすごく強かったので、えー、なかなか結婚、 こうまででかかなかったんですけどその怒りが、やっぱり進化開発講座を受けていく中でいろんなワークを通して、その怒りと向き合うことで、えー、怒りの感情を感謝、心から感謝、お父さんへの感謝、男性への感謝に変わった瞬間に、えー、男性への怒りっていうのがなくなったのと、私の場合は結婚して、 えー、旦那さんが結婚してくれたことでね、その怒りが、もう、なくなってしまったという表現なんですけどね。もう本当に心から感謝しかないなっていう気持ちになって、えー、アフターでものすごく心が変化しました。で、最近の息子の変化なんですけど、ビフォーアフター。えー、まず勉強が、 えー、短時間も集中ができなかったんですけど、今は、えー、好きなこと、漢字とかね、えー、好きな勉強に、えー、ちょいちょい、どん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 集中力がついてきて、えー、50分まで取り組めるようになりました。で、息子も、えー、自分のいいところ、友達のいいところを前よりも発見できるようになってきました。 あとは兄弟喧嘩も多かったんですけども、えー、お兄ちゃんが弟くんと仲良く遊べる時間も増えてきました。で、出会うご縁もすごく変わってきていて、えー、昔は結構こう、足を引っ張られたり、足を引っ張ったりってうそういう感じの方が出会う方が多かったんですけども、今は本当に優しくて、えー、っと、愛に溢れた方で、 本当に最大の協力者になってくれる方がたくさん周りにいて、全員が見た見方、全員が協力者っていう風になってきています。あと、両親の変化なんですけど、えっと、すごくちょっと前までは辛そうだったんですけどね。あの、それがすごく元気になって、資格も取ってバリバリ頑張ろうってこう言い始めてくれて、 なんかそれがすごく嬉しくて私としては私が頑張ってると本当にあの周りの方にもすごく影響を与えてるんだなっていうのはすごく感じます今日はビフォーアフターの発見ワークをやれました、えー、皆さんもぜひぜひ、えー、日常の変化自分が変化した点を、えー、書いてみてくださいね ありがとうございました。